ヒュー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 、あ超ダッシュで帰ってきた。やばい、まだセッティングしてない。あ、暑い。え、待って、どこだ。こんばんは。見て、この汗。マジ、超今帰ってきた。やばったん。暑い。クーラーつけちまった。暑すぎだろう。クーラーが。はあ、よいしょ。ちょっと前行くで。クーラー当たるで。はあ、暑。わあ、びっくりした。ちょっと待って。びっくりしてるから。ちょっと待って。熊さんだ。ありがとうございます。ジェイコブさん。ありがとう。ありがとう、熊。ありがとう。今日はイベント頑張りました。皆さん、はいはい、すいません。はあ、暑い。こんばんは。ちょっと一旦汗拭きますね。暑い、激暑や。はあ、こんばんは皆さん。こんばんは。めっちゃ走って帰ってきた。五反田から超ダッシュ。タクシーに乗ってないよ。しかも偉いやろ。タクシーに乗らへん、あんまり極力乗らへんって決めてるの。暑い。冷房かもんぬ。いや、充実してるね私。皆さん、結構ギリギリだったんで、あれじゃないよ。本当に今着いて、どうしてもお花だけは摘みたくて、鼻積みながら iPad の暗証番号を解いて、ショールームつけて、もう配信だけ押すだけにしてて、タクシー代ぐらい出してあげたのに、うわ男前、タクシー代くれるなんて、そんなことされたことない。はあ、タクシーなんて乗れませんよね本当に。はあ、暑い。めっちゃ汗かいた。ほんまに暑い。はあ、暑い。今日はね、五反田タイガー、五反田タイガーの、イベントに出演してました。3月に舞台をさせていただきまして、五反田タイガーという、劇団さんの舞台に出させていただきまして、それの、メンバーで、今回は全員じゃないんですけど、舞台のメンバー、出演メンバーとタイガーの皆さんと一緒に、イベント出演をさせていただきました。すごい本当に楽しくて、やっぱ温かい現場で、来てくださった方は分かると思うんですけども、楽しい、一日でした。あっという間の、はい。まあそんなことで、そんなわけで、本日がこのナチュラルビューティーキャンプのイベント、看板モデルオーディションをかけたイベントをですね、最終日となりました。皆さん、長い期間ですね、お付き合いくださって本当にありがとうございます。そしてクマも投げていただいたり、あとはタワーが立ったり、いろんな、ギフトを送っていただけて本当に幸せです。なんですけど、まだあと2枠、ラスト2枠残ってるので、ポイント差とか関係なしに楽しみながら、そして、まあ、もちろんポイントも頭には片隅に置き、ちょっとでも追いつけるように最後まで諦めずに頑張りたいなと思っているので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。早速してもらっていると思うのですが、星投げのカウントなどなど、カウント、星のゲカウントか、よろしくお願いします。ちょっと充電がやばいぞ。どっちの充電がやばいんだろう。冷房かけたら冷房かけたで寒くなってきた。まずちょっとあれだけ打ちますね。テロップだけ打たせていただきます。諦めないぞ。最後まで諦めたらそこで試合終了です。20
3時まで。はい、最終日ですね。なんとルームのフォローが1600人まで増えました。すごいですね。ありがとうございます。本当に感謝しかない。みんなには感謝しかないです。冷房切ります。寒い。はい、今日は皆さんイベントに来てくださった方も、たくさんこの中にいると思います。ありがとうございます。嬉しいです。コメントをねまだちょっと拾い上げられてないんですけども、洋服が映ってしまいますね。もうちょっとそっち行けるかな。よいしょ。そんな感じでいいですかね。洋服かけてあるのちょっと映ったら嫌だよね。私の配信ルームはどこだ。いた。これいらんな。これがあった方が分かりやすいね。よし。ほい。あ、来てくださってる皆さんありがとうございます。髪の毛がやばいね。エリちゃんさん、次はいつ。おもちちゃんが54までカウントしてる。50までだぞ。もちー、気づいたか。熱い汗がやっと引いてきた。眉毛さん、腰痛抱えて寝てるだけ。腰痛だ。腰痛抱えて寝てるだけの日曜でした。悲しすぎ。体調悪いんだ。大丈夫かい。コロブラさん。コロプラさんかな。コロプラさん、どっちもフォローしたよ。ありがとうございます。50枚ちゃん、もっち、ありがとうございます。イベントお疲れ様。みっちゃんさん、ありがとうございます。旦那さん、とりあえず最後までやりきることやね。そうですね、本当に最後までやりきることが大事。えりちゃんのぎっちゃんさんは、次イベントいつあるの。次はイベントいつあるの。次はですね、このナチュラルビューティーキャンプのみたいな、あのイベントですか、ショールームでのイベントですかね。ショールームでのイベントはまだ次は決まってないんですけど、私こういうのしたいなっていうのはちゃんと考えてはいるんですが、まだ決まってないのでここでお伝えはできません。でも、イベントはまた次も出たいものがあったら出たいなというふうに前向きに考えているので。でも、普通に会えるイベントですねは、4月30日ですね。4月30日に五反田で今日イベントしたところなんですが、多分アクセスしやすかったよね。
だし、すごいいい感じの箱のなんか大きさで、来やすかったかなとは思うんですが、あそこでリハーサルというか、久しぶりに会いたい。嬉しい、えりちゃん。ありがとうございます。イベントがあるので、4月30日、12時からと3時からと6時からと夜。今日のところ行きやすかったよ、のんじんさん。ね、ですよね。よかったです。あそこと同じ場所なので、ぜひ、ちょっと分かりにくいなと思ったら、のんじんさんとかに聞いてみてください。今日いらっしゃってたので。なんかさ、前髪が。よいしょ。ぎっちゃんで。あ、えりちゃんのぎっちゃん。ぎっちゃんで。了解です。これまた更新できない。これ何？オーマイゴッド、ファーザーゴリ。どうして？どうしてかな？ OK。 なかなか来れずにごめん。ありがとうございます。来てくれて嬉しいです。キムカズさん、まいちゃん、ありがとうございます。まいちゃんです。ヘルニアは持病で、まいさんと握手会もきついことありました。え、そうだったんだ。知らなかった。ごめんね。でもやっぱ握手会会場ってコンクリートとかが多いからすごい大変だったと思いますが、毎回来てくれてありがとうございます。金沢さん、嫌なこと続きの3日間、前々の配信で癒されよう。何があったの？大丈夫か？何でも相談乗るぞ。のぶりさん、今日の握手会、外カホは田舎のヤンキーだったそうな。そうなの？マイマイを思い浮かべてしまった。 私も田舎のヤンキーとか超言われてたからね。違うんだけどね、負けかそうらしいですわ。しょうがない。ジャージ切ったりとかするからね。秀樹さんも今日いらっしゃってましたね。駅から近かったですね。グッジョブ。ぜひぜひ皆さん来てください。UK さん、こんばんは。ぎっちゃんさんですね。ちなみに男性だよ。あ、ぎっちゃんは男性ですね。会ったことあるのかな？トミーさん、行きは逆方向行ったけど、帰りはめちゃ早く駅に着いたね。行く場所さえ分かればって感じですね。じゃあトミーさんと秀樹さんとのんじいさんに、皆さんぜひ聞いてみてください。以前泊まったホテルのすぐ近くやから場所分かる。チキンコウジさん、絶対来てくださいね。待ってます。 イベントに行けなくてごめんね。今日は仕事してました。タムタム、お仕事お疲れ様です。しょうがないよ。と、しょうがないよ。肌かゆい。ちょっと裸で、鼻ボロボロやね、もう。あかんわ。まあ今ここにいるよ。ツラタン、ツラタン、ちゃんとね、マスクしてね。で、帰って行かなきゃね。困ったもんや、本当に。えい。こんばんまい。メイジーさん、ありがとうございます。こんばんまい。30日のイベント。今出てきたじゃん。ちょっと待って。どうしたら見れるの、これ。
待って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 、なんで見れないの、なんで、はい、あ、めっちゃ画像来てる、あーもう嫌だな、画像みたいにあって、画像じゃないわ、コピーじゃない、コメント来てんのに更新されへんがね、なんでや、なんでなんで、名人さん止まっちゃってる、もう一回もう一回開こう、ほんとやだ、もう困ったよ、自分も鼻がやばい、ヒロリンさん同じだね、みんな一緒や、ヘックション大事に大事にします、安心安全の師匠だ、そうなの、名人さん1周と50カウントありがとうございます、ラジラ聞きながらタブレット2つでショールーム視聴、やっと前々来れた通りすがりの久田さんありがとうございます嬉しい、名人さんコメが止まったの、そうなんかね止まっちゃうの、スクロールするとねコメントが出てこなくなって、なんか困ったマイマー怒ってる、怒ってないよ大丈夫だよ、怒ってない、チャリダーさん資格試験午後の部前あ自己採点したらギリギリ合格ライン超えてた、おめでとう私の配信を見ながらも勉強してくれてたんですね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうありがとう、頑張りましたね、合格ライン合格してまた新しい次のステップに進めれますね、よかったです、おもちちゃんからあれあらら、メガンジさんとりあえずチケット顔で買っていけるか五分五分みたいな状況ばかり、眉毛さんぜひ来てください、おきタムタムさんすいません実は初見です、そんなわけないやろ、秀樹さんチャリダーさんおめでとう、みんなで祝福ですね、金沢さんパチパチパチ、メイジーさんなぜか俺のコメントこれ止まったよね、別に俺は何もしてへんからね、そう私がね触っちゃったんですよ、なんかよくあるんですわ、ぎっちゃん SK の個別握手会で何回か会いに行ったよ、あじゃあきっとお顔を見たらわかりますね、顔見たらわかる絶対、けど会った時にぎっちゃんですって言ってほしいですね、お酒飲みすぎてどうしよう、クミちゃんクミさん大丈夫ですかお酒くそお酒飲みすぎたら、R1 ですよ、 R1 マジでいいらしいです言ってました、初見詐欺、マイマイと結婚したら幸せな家庭になりそうです、そう言ってもらえると嬉しいです、待ってクマ来た、知らなかった来た、クマありがとうございます、今日もクマ祭りで頑張るぞ、あれどこ行った、トミーさんですね、トミーさんありがとうございます、今日の頑張ったご褒美イエーイありがとうございます、嬉しいありがとうございます、クマクマクマありがとうございます、カオボタンニアさんもハート100個ありがとうございます、ベンジーさんアイスクリームありがとう、嬉しいありがとうございます、みんな嬉しいよありがとう、ちゃんと準備してた、そうちゃんと準備してました、お家ではちゃんと完璧です、カラオケ配信でも完璧です、くまちゃんありがとうございます、
あれは冷蔵庫に入れた。まだ入れてないです。もう本当に今帰ってきたばっかりなんですよ今日ね。トミーさんですね。トミーさんが、差し入れというかプレゼントで R1 をいただきますプレゼントしてくれました。毎日飲みます。もうすごい嬉しかったです。本当にありがとうございました。くまちゃんくまちゃん、今日もくま祭りで頑張ります。秀樹さん R1 買ってきた。体調悪くなったら飲みますね。みんな飲んでください。 R1 の力はすごいんですよ本当に。トミーさんすごーい。トミーさんイケメン。鼻水大丈夫？お大事にね。ね本当にもうほんすぐ鼻詰まるから鼻炎のお薬飲まないと。てか鼻耳鼻科ですかね、かかりつけのめっちゃいい耳鼻科があってそこに行かなきゃいけないので近々時間があるときに駆け込みたいなというふうに思ってます。トミーさんイケメンやってみんな言ってるで。ふう。ハートはイベント行けないお詫びやで。川谷さんありがとう、嬉しいで。ハートイベント来れへんのか、悲しいな。もう一回くしゃみきます。クマ見てなかった。金沢さん、あ、クマ来てる来てる来てる、ありがとうございます。クマ嬉しい、ありがとう。クマさんです。クマ今井です。僕はクマクマクマ、車じゃないよ、クマクマクマ。寒、鼻が詰まり出してきたぞ。寒い証拠や。クマよかったね、ありがとうございます。おおお、また来た X さん。 X ありがとうございます。クマちゃんありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。私なんかすごいこの1週間でクマがめちゃくちゃ好きになりました。本当にクマイマイです。もう名前クマ、クマイでいきますわこれから。 X さん遅くなりました。そんなことないですよ。眉毛さん、次のイベントではプレゼント渡せますか。もちろんです、もちろんです。今日もお手紙や、差し入れなどプレゼントいただきました。皆さん本当にありがとうございます。いつもありがとう。あ、誰も来た、すごい、ありがとうございます。お祭り、今日は熊祭りでわっしょいわっしょいですね。熊内舞熊井さんありがとうございます。くまくまです。汗かいてめっちゃ走ったんですよ。だからね、あ、川端にゃさん、だるま100個ありがとうございます。だるまだるま、ありがとう。だるま嬉しいです、ありがとうございます。はあ、あり、熊がと。昨日愛理ちゃんから舞ちゃんへのサイン入りコミック本、お、愛理ちゃんのサインもらえるんですか。30日に渡します。嬉しいです、ありがとうございます。婚姻届はプレゼントしていいの。うーん、それはちょっと困るかもしれないけど嬉しいです、ありがとうございます。のんじさん、差し入れ食べてくれてありがとう。そう、みんなでね、食べさせていただきました。すごい美味しいってみんな言ってた。やっぱり地元ならではですね。嬉しいです、ありがとうございます。予算は減るかもですが、またこの前と同じものを用意しますね。なんだろう、ワクワクドキドキ、なんだっけ、あ、カードかな、大好きなカードかな私の。もう本当に通いまくりなんでね、嬉しい、嬉しいな。アイリーちゃんのコミックも楽しみにしてます。
クマチュリー、終了1分前に視聴者全員がクマ投げて大逆転とか、それはめっちゃ嬉しいな。クマのぬいぐるみをあげたことがあるようなないようなありますね、あるあるある。鼻セレブのティッシュあげようか、めっちゃ欲しい、めっちゃいる、めっちゃいる全然欲しい、すごい欲しいですわ。あ、またこれが止まった、わかった、違うかな、違うわ、これコピーやわ。違うな、なんでや、もう一回更新するしかないんです、私には。これ逆転したらすごいことにね、逆転したらすごいですよね。うん、眉毛さん当たり？嬉しい！本当にいいんですか？すごい嬉しいです。なんかもうみんな優しさの塊やな、ほんまに。差し入れくれたり。土踏みさん、こんばんは。お風呂から上がってきました。こんばんは。ありがとうございます。プレゼント考えておくね。そんな気にしなくていいよ。みんな。気負いしないでくださいね。でも大切に受け取っているので毎回嬉しいですありがとうございますおもちちゃん全員タワー投げればいいよ確かにそうかも。578本ぐらい、600本ぐらいタワーが立ったら一気に1になれちゃうかもしれないね。逆転したら奇跡すぎるやろですね僕は一人のお風呂に入りながら心の中でレナヒューと一緒に入りました。あーすごーいよかったね、一緒に入れて幸せだね。明日から NGT48 2期生候補者の配信が夕方から始まります。楽しみです。ほう、そうなんだ。まいげさん、まいさんが元気を出してくれるならそれが一番嬉しいです。嬉しい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。イベントの時はみんなで食いもんプレゼントしようプレゼントって食いもんって食べきれへんがな。でも本当にありがたいです。やっぱイベント中とかってみんなバタバタしてるから、甘いものとかねいただけるとすごいよりみたいな、すごい喜びが買う、空気が明るくなる。リップも何も塗ってなくて、はあ、鼻水がもう鼻セレブももうなくなる。鼻セレブと、金沢さん、投げるなよ、投げるなよ、絶対に投げるなよ。お米を持っていこうか、大丈夫ですでも嬉しいけど、ありがとうございますお米は重たいかな。みんな落ち着けよ。張さん、from 台湾、ありがとうございますお昼ぶりかな、久々にコメントしてくれますね。嬉しい。話せればちょっと甘い。話せればはもうね、本当にありがたい。ここが、私すごい鼻噛むから、真っ赤っかになるんですよ。だから、話せればはもうこの時期欠かせないです。大事に使ってます。
お兄さんの名前は龍馬やろ。竹内龍馬さんね、知っとる、ふふなんかちゃん違いますよ。しかも多分同い年ですしね。そしたらまあ双子みたいな感じになりますよね。市販品は大丈夫みたいだけど、手作り料理はさすがにまずいよね。そうですね、手作り料理はもしかしたら受け取りができないかもしれないですね。はあ、イベントで女の子との LINE 交換は自由？女の子の雰囲気を差し取ってあげてください。トイレットペーパーの方がいいかな実用的、ありがとうございます。たむたむ、蝶さん寡黙キャラだからそうかなでもなんか黙ってやる男って感じですよね。蝶さんはすごく男ですね。鼻せれよく聞きますが、ほんまに甘いんですか？甘いって食べるとってこと？あ、甘い。え？甘い。なんで？食べた。甘っ。みんな甘いんだって。トミーさんお店開いたら食べに来て行く行く。甘い、めっちゃ甘い。なんで甘いんだろう。なんか成分入ってんのかな。このティッシュペーパーは水に溶けにくいので。ああそうなんや、溶けにくいらしいわ。多分染み込ませてある薬品か何かね。そうかもですね。 SK のまいちゃん、そうですね、元 SK48 ですね、のに所属してました。竹内まいです。ニックネームはまいまいでした。今もよくまいまいと言われてます。たきちゃんさんですね。はじめましてじゃないかもしれないんですけど、はじめまして。ぜひ、私のルームフォローよろしくお願いします砂糖？グリセリン？何ですかね、何なんだろう、わかんないけど甘かった。卒業公演の時にランクインで後輩に背中を見せられたというスピーチはかっこよかった。そうですね、そうですねというか、まあ私は選抜には入ることができなかったというか、入らずに卒業したので、でも何かを残したいなって思って、ファンの方と一緒に、ファンの方に形を残してもらいました。総選挙っていう形で順位というものをしっかりと残してもらいました。だからランクインメンバーってね、結構80人、世の中で言ったら80人もいるけど、そう、なんかすごい高いハードルというか、なのでそれに入れたっていうことだけでもすごいことなので、すごい誇りに思ってます。いざとなったらティッシュを主食にできるね無理、さすがに食べれへん。あ、トミーさんだるま100個受け取ってありがとうございます。だるまいただきました、嬉しい、ありがとう。クマやれるのは前々の SK 社名会に行けなかったこと。あ、悔やまれるのはぜひ私のイベントに来てください。写真撮れる機会がもしかしたらあるかもしれないので、ぜひ来てほしいな。マイティは解散したの？解散してるわけないじゃないですか。解散しないですよ。
これからもずっとマイティはマイティです、オールマイティに活躍していきたいと思ってます。チキンコージさん、今年ももうすぐそう選挙シーズンが来る。そうですね、もう選挙の撮影は終わってるんじゃないですかね。みんなが今回はどんなアピールコメントをされてるのか、今回というか去年からですけど、私は見る側になってね、もう入った嬉しさと入りそうで入れなかった時の悔しみというものを全部を体験してるから、みんなの気持ちがそれだけはよくわかります。歯噛みながら言うことじゃないけど、ちょっと一旦鼻噛みますわ。歯シュッシュしてくるね。エリさん、私もいつか絶対会いに行くからね。ありがとう、嬉しい、会いに来てください。めっちゃ嬉しい。1回目のランクインの時、ジュリナさんのお喜びが嬉しかった。そう、もうジュリナさんはね、本当にメンバー思いで、なんだろう、なんかメンバー思いすぎる、なんかグループのことを思いすぎる、一人で抱え込みすぎるから、だから本当に喜んでくれてめちゃくちゃ私も嬉しかった。金沢さん、選抜じゃなかったけど、だけど公演のまえちゃんはめっちゃ目を引かれてよ。嬉しい、やっぱこれが嬉しいよね。やっぱ SK にいて楽しいことって、なんかやっぱ劇場公演だから、それが主であるから、本当に劇場でそうやって見てもらえると嬉しいですね。ぷーぷーさん、配信間に合いました、いらっしゃいませ、ありがとうございます。今から星投げします。星いっぱい投げてください、ぴょんぴょん投げてください。自分が上だったら迷いなくまゆちゃんを選抜に入れるんだけどな。優しいね。優しい、ありがとうございます。ちゅうたさん、30日3枠全部行っても楽しめますか。もちろんです。3枠ですね、全くというか、全くではないかもしれないんですけど、全部違うことをしたいなというふうにはもちろん思っているので、全部同じことはしようとは思ってないので、全部の枠で楽しんでもらえるように、頑張って、なんか今すごいいろんなことを考えてます。今日も五反田大河のみんなと、打ち上げしてて、で、なんかまあソロイベントをするんですけど、なんかどういうことしたらいいかなとかっていうふうにめっちゃいろいろ相談させてもらってて、こういうことしたら、ああいうことしたらっていうのもまたなんか先輩たちのアドバイス聞いたので、ちょっといろいろ今考え中というか、何を歌おうかなとか、どんなゲームしようかなとか、どういうことしたらファンの皆さん喜んでくれるかなとか、もちろんショールームとか今させてもらってるので、どういうことをしたら逆に喜んでもらえるのかなっていうのももちろん聞きたいので、どんどんなんか絶対やりますとは言えないんですけど、やってほしいことがあればリクエストしてみてほしいなっていうのも思います。ご協力よろしくお願いします。なんで一部しか来れないとか、二部と三部行きますとか、一部三部できますとか、いろんな方がいると思うんですけども、どこに来ても楽しかったと言ってもらえるような、初めてのソロイベントができるように頑張りたいと思うので、ぜひ皆さん一部でもいいので遊びに来てほしいなというふうに思います。そしてゲストには、同期にの梅本まどかちゃんが来てくれるので、3部とも梅本まどかちゃんには出てもらうので、ぜひぜひぜひ、梅本まどかちゃんファンの皆さんにも楽しんでもらえるような、イベントにしたいなっていうふうに思ってるので、楽しみにしててほしいなと思います。
秀樹さん、マイティの活躍も期待ですね。そうですね、今後みきちゃんが、まだまだ多分きっとすごい辛いことはいっぱいあると思うんですけど、どん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 復活して、多分すごいプラス思考な子なんで治りが早いと思うんです、私は。なのでみきちゃんが、まあ、お仕事も、どん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 再開していく感じではあるので、再開してってますよね、もう。なのでまた一緒に、ライブができるように、マイティ復活できるように、私もみきちゃんを精一杯支えていきたいなっていうふうに思ってるので、マイティを忘れず、目の前にある竹内舞と館みきちゃんを応援してください。ひろりんさん、舞ちゃんが最初にランクインした時の DVD 見てるけど毎回泣いちゃう。いやーね、あれはね、これはママも本当に同じこと言ってて、もう多分舞の辛さは多分家族が一番知ってるというか、まあまあもちろんファンの皆さんが多分一番悔しいと思うんです、悔しかったと思うんですけど、そんな悔しさをママが分かって結構くれるんですよね。私の分、なんかママの分身が私みたいなところがあるんです。だからママもなんかもう本当に嬉しかったらめちゃくちゃなんか良かったねみたいな、電話で泣いて喜んでくれたりとかするんで、皆さんのえい、皆さんの応援のおかげで舞もママも幸せを感じております。SKE メンバーどんどん結婚してるね。そうなんですよね、嬉しい、幸せ。今年はなんか結婚ラッシュって感じで幸せですね。グループ卒業したら個人でショールームやるの流行りなの？え、流行りなの？逆に流行りなの？私グループ卒業して配信してる人、これ初めて大脇ちゃんがやってるって聞いたぐらいで、他知らないんだけど、誰かいるのかな。あ、秋さんもやってるんだっけ。でも初め、私もともとやってるってみんな知らなかったですね。え、前は西氏と仲良しだった？仲良しでした。パパって呼んでた。男の子みたいだったから。でももうあれですね、奥さんになりましたね。のんじいさん30日楽しみ。のんじいさんは30日3枠来てくれますよ。皆さん待ってます。あ、チキンコージさん30日は2枠行きます。イエーイ、嬉しい。楽しみにしててねって言いながら、私はハードルをどんどん上げてるけど、やばい、強力なバックアップですね。30日にまいちゃんに会えるのが楽しみすぎる。いや本当に逆だよ、私がファンの皆さんに会えるのが本当に楽しみ、めちゃめちゃ楽しみです。あ、抽選で社名会とかいいですね。でも写真撮るのはなんかやりたいなっていうのは思ってるんですよ。ちょっと考え中、そこはいい案ですね。どんどんそういう案ください。皆さん、五反田タイガーで一番仲良くなったのって飯塚理恵さんじゃない？トミーさん、そうですね。でもっていうか、みんな仲良くなりました。理恵ちゃんは私にオファーしてくれた人です。もともとお仕事っていうか出ませんかってっていうのもあって、で あとはそのなんだろうな、初めての顔合わせした時ももうずっとなんかタメ口でいいよとか、リエって呼んでとか、もう本当にフランクに来てくれて、一番最初に初めてお話をして
なんかその場の雰囲気に和ませてくれた人なので、また一緒にステージ出た、出てお腹の中スリスリしたいなっていうふうに思ってます。花セレブはソルビットが使われていて、これは甘味料として用いられているからで、へえ、タムタムが賢いぞ、ビビる。あ、みっつんさん3部全部いきます、嬉しい、ありがとうございます。3部待ってます。梅前コンビイラットボール、そうイラットボール、梅ちゃんにイラットボールいっぱい投げさせようと思ってるんで、皆さん協力よろしくお願いします。タイラマンさん50カウント完了、ありがとうございます。エリさん、マイマイとまどかちゃん大好きなのに行けないのが残念。うん、私もエリさんに会えないのが残念です。まあこれが最後にはならないと思うので、もし次のイベントがあれば絶対来てくださいね。名古屋とかでもイベントはしたいなって思ってるので、名古屋でイベントができるように頑張りたいと思います。ミキティには頑張ってもらいたいね、マイティもう一回見たいし、お邪魔するで。お好み焼きクラブさんありがとうございます。携帯ない、梅ちゃんいじる名人だからね。旦那さんマジでイベント行きたい、いや来て来て来て、全然来てほしい、もうみんなでどんちゃん騒ぎしてよ。あ、X さんは僕も一部二部いらっしゃるんですね、ありがとうございます。西野美希ちゃんがやってたんですね、 AKB の配信、そうなんだ、梅ちゃんも卒業後初めて見るんで楽しみ、チキンコージさんいいですね、みんな梅ちゃんをいじる準備しといてくださいね。これまたさカウント、よし準備運動、 X さんどんどん準備運動してください。さあ行くんだ、携帯はあるよ、収容人数ってどのくらいなんだね、どのくらいなんでしょうね、何人ぐらい入るんだろう、めちゃめちゃ入れたら何人入るんだろう、難しい、分かんない、ちょっと聞いてみます。 X さん30夕方先約あり、ごめんしょうがねえ、先約には勝てね、スケジュール調整中、30日最後行ければ名古屋遠征から東京向かいます。金沢さんありがとうございます、待ってます、嬉しいです、ありがとう。ぜひね、私の力入れてる物販を、物販、楽しみにしててほしいです。今日で25人くらいやったで、キチキチでも40人くらいかな、そうですね、50人は多分入らないかな、30人ぐらいが多分一番見やすいベストなぐらいなんじゃないかなっていうふうに思います。すごい楽しめる、みんなの顔が見れて、みんなと会話ができるような、そんな感じでしたね。さあさあさあ、皆さん物販はフォトブックのみ、いやまだありますよ、まだありますよ、楽しみにしててくださいね。
はい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 。フォトブック売り切れなきゃいいな。いやいやいや、売り切れるなんて私にはそんなことまだまだないですよ。かゆい足が、足めっちゃかゆい。落ち着きましたね皆さん。みんななんか静かすぎませんか。こんなんでいいんですか。こんなのでいいのかな。ちょっと静かじゃない。うん、今日のステージの横のカーテンの向こうは入れない。ステージの横のカーテンの向こう、あーカーテンっていうかあれですね、鏡ですね。向こうにあるのは鏡なんですよ。煽ってきたぞ。別に煽ってるつもりじゃないんです。でもすごいなんかみんな静かになっちゃったなって思って、私も歌を歌いたいんですけど、でも別に歌が歌いたくてこれやってるわけ、まあそういうわけじゃないんですけど、でも全然なんか静かだなっていう。あ、来た。僕はクマクマクマ、あのんじんさんありがとうございます。クマ来たー、イエーイ。グー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 、ごめんなさい震えちゃった。あれなんか私画面がフリーズしてる。やっぱ煽ってたやん。そんなことないよ全然。のんじんさんいい人や。ありがとうございます。みんないい日だすぎるわほんまに。ありがとうございます。あー、え、もう一回来た、もう一回来た、イエーイ、ありがとうございます。あ、Xさんだ、ありがとうございます。くまちゃん来たー、ありがとうありがとうございます。また来たー、嬉しい、ありがとうございます。元気になってきた。わー来たー、ありがとうございます。金沢さん、ジェイコブさん、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しい嬉しい嬉しい、すごい、ありがとう。熊祭りでわっしゃいわっしゃいしていきましょう。ありがとうございます。ラスト、5分5分ですね。この一枠、2枠目ですね今ね。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。いっぱいだ。のんじんさん、 X さん、ジェイコバさん、金沢さん、クマラッシュありがとうございます。クマイワ頑張ります、めげずに頑張るぞ。あとは、え、ちょっと待ってね、待ってね、私誰か呼び忘れてる。いけ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 、どん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 、嬉しいです、ありがとうございます。ひできさんマジかすごい。チキンちゃん、前前に手紙と婚姻届をプレゼントしても大丈夫ですか。ありがとうございます。お手紙を精一杯いただきたいと思います。ありがとうございます。婚姻届はちょっと前にはまだ早いかな。あ、バラキマ、うわー、すごい、せーの、タワーが立ったわー、タワーが立ちましたー、きたー、タワー、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にありがとうございます。最後まで諦めずに頑張りたいと思います。あー、すごい、ちょっとドキドキしてる。びっくり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 、ありがとうございます。 X さん本当にありがとうございます。はあ、
嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。さあ、あと何本。金沢さんすごい煽ってる。自分は次の枠かな。もう本当に次の枠が本当に最後の最後の最後の最後になる、なるので、どんどん差を縮めて大逆転を目指して私は頑張りたいなと思ってるので、皆さん悔しい気持ちを忘れずに最後までいきたいなと思っています。本当にありがとうございます。皆さん嬉しいよ、ありがとう。X さん、タワーありがとうございます。この嬉しさを忘れずに頑張ってね。だって嬉しい、ありがとう。本当にありがとうございます。なんか30日のイベント面白そうなのがひらめきそうだった今。最後まで諦めずに頑張るぞ。今は58分ですね。あと2分しかタワーが見れないのか。悲しみ。でもまだ、おお、びっくりした。ちょっと待って、びっくりした。金沢さん、最後の最後やで。今59分やで。クマありがとうございます。びっくりしすぎて今遅れた、いろいろ遅れた。時差。僕はクマ車じゃないよ。クマ。マイケル山本さん、マイマイ久しぶりに来た、ありがとうございます。この後23時、から、またラストワーク配信しますので、皆さんぜひ来てください。59分だ、もう23時になったので、一旦開始、更新。おみどりさん ?2 個来た。待って、くま。やばい。ガオー。一回更新してもいいですか。私、今から更新するんです。今から更新するんですよ。なので、一回切りますね。クマ、本当にありがとうございます。みどりさん、本当にありがとうございます。やばい。更新しよう。更新する。じゃあ、更新します。